こんにちは、ジパングオペラの福沢優です。さて、お届けしてきた Web3 講座も今回で最終回、少し寂しいですね。はい、そんな寂しさを吹き飛ばしてくれるゲストをお迎えしたいなと思います。 Web3 専門家のマサさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、寂しさを吹き飛ばします。いいですね、そういうこともやってくれるんですね。気合だけは負けないです。気合だけは負けない、気持ちでは負けないです。あ、素晴らしい、いいっすね。よかった、ずっともうすごい知的だから、そんなことを一切やらない人だと思ってました。ちょっと嬉しい、人間味あって。あ、本当ですか。あ、よかったです。最終回にして、ついに知れて嬉しいです。いいですね、距離感が近まった。近づいてというわけで、マサさん、はい、いよいよもう最終回なんですけども、ちょっと今の気持ちを、うん、いいですか。そうですね、吹き飛ばすといっても私も結構寂しくて、Web3 たくさん伝えたいことがあるんですけども、はい、やっぱりね、伝えられる時間だったりとかも限られてきていますので、うん、まあ、私もディスコードとかジョインして、皆さんとお話も今後していきたいと思いますのでね、今回最終回ですけど、ぜひ皆さんも Web3 について今後学んでいっていただければいいかなと思います。ありがとうございます。振り返るとですね、エピソード1ではですね、 Web3、 エピソード2ではコミュニティ、アンカーチェーンのお話、そしてエピソード3ではメタバースについて学んできましたけども、今回何が起こるんだろう、前回お楽しみって言ってくれたんで、最終回ですもんね。そうですよね。なので今回じゃ何を教えてくれるんだろうということで、さて最終回は一体何を教えてくれるんでしょうか。 NFT です。マサさん、最終回ですから、まあそんなあっさりした紹介でいいんでしょうか。やり直しです、 NFT ですっていう言ってもらってすごいいいんですけども、最後なんでちょっと元気よくもう一回いいですか。気持ちですね。はい、気合を入れます。お願いします。今回最後のテーマは、はい、 NFT になります。よいしょ、 NFT きましたね。最後に一番僕がわからないの、もう想像すらもちょっとつかない NFT。 そんなことにもマサ君そんな声出るんですね。クンになってますね、今までマサさんだったのに。もう最終回なんで、もう一回ここで距離縮めとかないと。嬉しい。もう一生なんかすごい、僕も人見知りなんで、どっちかがクッていかないと、はい、壁作るタイプじゃないですか。確かにバレてましたね。そうですよね、僕も壁作るんで、はい、どっちかがプライド折らないと。プライド、それはもう僕が今回ちょっとやらせていただいて、いろいろ教えてくれてるんでね。はい、だけじゃあちょっと説明の方いいですか。そうですね、まあ、私から説明するっていうのは、もちろんできるんですけども、はい、今回最後っていうことですね。もう一回やりますか。はい、あ、大丈夫です。いや、大丈夫です。やりますか。本当に大丈夫です。フリップクイズ聞いてました。僕マジで分かんないっていうのをさっき言ったんですけど、いや、まあアンカーチェーンね、皆さんも分からないっていう、確かに視点で福田さんがどのようにね、うん、NFT を考えているのか、はい、分かりました。 NFT、 はいはい、じゃあちょっと書けばいいですか。はい、 NFT ですよね。なんかこう想像なんかな、僕がちょっとざっくり言うとこんな感じですかね、うん、想像は、うん、なんかこう、知らないと言いつつも、なんかこう NFT って何ぞやって、自分でも調べたことがあって、そんな詳しくはないですけど、そしたら結構絵が出てきたイメージだったんですよね、うん、絵とかキャラクターとか。なんでこれひどい、ひどい、まさにまさに。あ、イメージだと多分 NFT って聞くと、キャラクターだったり、そうですね、アニメだったり漫画のキャラクターが、はいはい、本当にそのイメージでした。 NFT を出しました、 NFT になりましたっていうのが結構皆さんニュース、うん、テレビとかで見たりします。はい、すごい、もうすごい着眼点ですね。いいですか。はい、いい感じですかね。イメージはそれで合ってます、はい、イメージは、はい、イメージは合ってます、はい、まあ一言で言うとですね、はい、NFT とは唯一無二のデジタルデータです。唯一無二のデジタルデータ、なるほど。はいはいはい、写真とかイラストの入ったデジタルデータがこう販売されたとして、こう最新の技術だからこそ、そのデジタルデータがこう唯一無二の、本物というか、なんかそういうのが証明できるってことですよね。そうですね、もう本物と偽物っていうのがもう一目瞭然に分かる技術。おお、めちゃめちゃいいっすね。最近やっぱ多いですもんね、なんか偽物だとか本物だとか。そうですね、NFT にはなんでそれが
本物かどうかが分かるか、うん、そう知りたい知りたい。 NFT には発行元が誰かだったり、今その NFT を誰が持っているかっていうデータが、まあ、誰でも分かるような形で提供されているんですね、うん、なるほど、はいはいはい、なので、まあ、ジパングオペラの公式のデジタルデータが、デジタルの写真がこれですよっていうのが、もちろんファンの方はそうですけれども、まあ、他の方も誰でも分かる。例えば、まあ、リアル世界ですね、高級バッグとかあるじゃないですか、はい、ありますね、あれの偽物ってすごい精巧に作られていて、うん、まあ、どれが本物か偽物かなんて、ね、専門家じゃないと分からないよね。確かに分かんない、うん、それがデジタル上では NFT を使うことで本物ですよっていうことが証明できるんですね。めちゃめちゃいい。偽物すぐバレるっていう。そうですね、じゃあ例えば僕たちが発行したその NFT をこう Web3 の申し子であるこうマサ君が勝手にパクって、うん、発行しても、それは Web3 の申し子でも偽物だと分かるんですか？まあ、そんなことするわけないじゃないですか。いやでもそうですよね、残念なことにねバレちゃうんですよね。いやじゃあどれだけすごい人でも。そうですね、すごい、それいいですね。なんかこうデータ上で記録されてるってことはこう、ね、我々ジパングオペラの公式の名前がこう刻まれた NFT を、例えばこの、ね、まさくんがね買って、そしてその次の人にこう売ってもこう、ね、例えばこう誰がどんな風に受け継がれたっていうのが分かるってことですよね。そうですね、誰がいつ誰に売ったかっていうデータも全部すごいじゃん刻まれていくので、すごい、はい、まあ、そこが NFT の面白いところですよね、うん、NFT っていうのはデジタルデータなので、それがまあ、それを購入した人が次の人に売ることもできるんですよ、はい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 、で NFT がどんどん売買されていくと、まあ、最初アンカーチェーンで始まった NFT が1年後2年後とかには海外の人が持っているだったり、そんな形で、売買されることによってジパングオペラアンカーチェーンの人気もどんどん世界に波及していくんですね。それが NFT のいいところですね。なんか新しいですね。なんかこうね、ずっと持ってもらえる方が嬉しい気持ちもあるけども、なんかこう一つのデータでこうつながってね、なんか本当知らない人にどん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 こう知られるっていうのもなんかすごいワクワクするし、まあ簡単にこう世界越えて、うん、国境越えてなんかこういけるっていうのはなんかすごいですね、うん、それですね、 NFT にはロイヤルティっていうシステムがあるんですね。ロイヤルティって何かご存知ですか？まあ、一応すみません、こういう仕事やらせてもらってるんで、ロイヤリティが何かっていうのはちょっと分かってると思います、多分。あ、はい、そうです、まあ、普通のアートとかですね、誰かが購入したものを次の人に渡ると、その渡った時のロイヤリティって数っていうのは、はいはいはい、アートを作った人には戻らないじゃないですか。でも NFT にはロイヤリティを設定する仕組みというのもありましてですね、ジパングオペラさんで出した NFTが、まあ、どんどん売買されるに従って、そのロイヤリティが常にアーティストさんに入っていくことは、まあ、アーティストさんが、ね、今後継続的に活動を続けていけるっていう面白い仕組みがあります。だから僕らも世界でこう活躍できるアーティストを目指してるんで、なんか NFT も、ね、うまく活用させていただいて、こうね、いろんな人に知ってほしいなと思うんですけども、そもそもこう NFT なんですけども、本物っていうことが証明できたとして、こうデジタルデータにこう何の価値があるんですかね？福澤さん、目の付けどころがやっぱり違いますね。素晴らしいです。最終回にもなると、うん、僕も成長してるんで分かってきました、ね、はい、Web3 について。ありがとうございます。そうですね、 NFT のもう一つ面白い点はですね、はい、例えばジパングオペラの写真やイラストを全て異なるパターンでね出すとします、うん、で出すんですけど、 NFT っていうのは一般的に総供給量っていうのがあるんですね。例えば1000個っていうのを最初に決めてしまうと、もう1000個しかもう世界には存在しなくなるんですね、はい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 、で全てデザインパターンに違いますから、うん、1000個で1000種類の NFT があります、うん、つまり一個一個が違うので、それはもう限定品なんですよね。なるほど、希少価値がすごい高い、はい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 、全パターンデザインが違う、例えばその1000種類作るとして、うん、こう別々のパターンとかもできるんですか？そうですね、それがもう可能になってくるんですよ。すごいな。例えばですよ、今ここ僕たちが今2人いるじゃないですか、はいはいはい、この光景を NFT に したいんですよ、うんうん、したとしましょう。ぜひぜひ、はい、しましょう、はいはいはい、その NFT アンカーチェーンのアンカーの皆さん、喉から手が出るほど欲しいじゃないですか？ちょっとそれ分かんないですけどね、まあ欲しいですかね。いやもう
欲しいと思います。僕は欲しいんですよ。僕ね、もうゲットしたら誰にも売らないですよ。売らないから。締めまで持ってます。あんだけどん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 いろんな人に知ってほしいっていうのに、あの、まあ、まあでもそういうね、まあ、そういうね、あるもある、まあ、そうですよね。はい。まあ、それがあの1000個のうち1個しかもこの世に存在してないってなると、でしかも NFT なので私がそれを持ってるってことが証明できるんですよ。ってなるとみんなに、あ、マサ君と福澤さんがね、福澤君と呼ばせていただきました。いや、もうゆうくんです。ゆうくん、ゆうくんでいいですね。はい、ゆうくんとマサ君がね、あの一緒に持っている NFT を私が持っているんだってのをみんなに自慢したいじゃないですか。うん、もっとリアクションください。いや、で、そう、あ、そうですね。いや、本当に思ってます？はい、大丈夫？台本書いてない？そんな、か、いえって言われてない？大丈夫ですか？言われてないです。もう本心です。よかった、書いてなかったです。心の底から思ってますね。はい、よかったよかった。もうぜひ、はい、お願いします。なんかこう、まあ、自分のね、好きなデザインを、ずっとこう持つこともできるし、まあ、それをこう売ることもできるし、なんかこう、いいっすね。なんかいろんなやり方があるっすね。面白い。そうですね、まあ、NFT の楽しみ方は、まあ、従来のアートみたいに持つっていうこともできるんですけど、うんうん、売るっていうこともできる、うん、で NFT は、まあ、一般的な販売の方法なんですけれども、うんうんうん、どのデザインが届くかがわからないので、うん、届くまではもうお客さんはすごい楽しんで待てるっていうことですね。ワクワクしながら待てるということですね。ね、いいですね、はい、俺も買ってみよう。なんか私も買いますよ。まあ、NFT っていうのは、デジタルデータでもちろんそれ見て楽しむっていうのもできるんですけども、うん、それだけじゃないんですよ、うんうん、実は NFT ってコミュニティの会員証のような使い方もできるんですね。なるほど。会員証にですね、特典をつけることもできるんですよ。うーん、じゃあもうなんていうんですか、その会員証、その NFT が、じゃあこれ僕らのファンっていうか、ジパングオペラ応援してるよっていう、あの証明書みたいになれるってことですよね。そうですね、持つと。しかもそれが例えば1000個しかないってなると、その1000人に入りたいじゃないですか。すごいな、ファンの方は。でその会員証を持っていると、その特典っていうのが、まあ、例えば次やるメタバースのライブとかに会員の人しか入れないようなゾーンに入れたりだとか、そんな特典をつけることもできますよね。へえ、面白。福澤さんは NFT 通して何をしたいですか？いろいろやってみたいです。なんかまあ、その、まあ、メタバース上というか、まあ、NFT というか、なんかそういうコミュニティ、まあ、メタバース上の中でなんか何かをするってことも全部もちろんやったことないんで、まず一回ね、本当に前回も言ってましたけど、うん、まあ、トークショー、うん、ぜひ実現したいですね。まずはトークショーから。メタバースで、ね、メタバース上、メタバース上でトークショーやってる人います？知ってます？誰か。いないですね。いないですよね。でもトークショーなんで滑ったら全体凍るとか面白そうです。超面白いですよね。滑り放題ですね。もう何やっても許される。滑ってくれって感じじゃないですか、逆に。もうちょっとね、逃げたくなったら飛べばいいしね。そういい、楽しい、なんか演出もなんか、ね、いろいろ思いつきそうで楽しみですね。ぜひ僕もそこに参加させていただきたいと思います。ぜひ。メタバース中だからこれやればいいんですよ。うんうんうん。ぜひ、じゃあ第2弾やりましょう。メタバース上でね。メタバース上で。ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。改めて、短い、ね、時間でしたが、お付き合いいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これからですね、あ、こっちか、ありがとうございました。はい、というわけで、まあ、改めて短い間でしたけども、皆さんお付き合いしていただいてありがとうございます。これからジパングオペラはですね、もっともっとこういろんなことにこう挑戦して、まあ、アンカーの皆さんと、新しいものを作りたいなっていうのは本当に思ってるので、これからもジパングオペラのですね、アナザーワールドプロジェクトをよろしくお願いいたします。まあ皆さんの期待を裏切らないように、僕たち4人ともですね、最高のものをお届けして、皆さんに最高の体験を提供できるように努力していきたいなと思います。いや、これで終わりってのはすごい寂しいんですけど、ね、あっという間でしたね。あっという間でしたね、はい、この4回のエピソードを通じてね、私もゆうくんもう友達になっちゃいましたけれども、大丈夫ですか？本当ですか？これ終わった後にお疲れしゃーって入るって大丈夫ですか？また第2弾やるってことでね。よかった。じゃあ第2弾こう会った時に、ゆうくんになってください。福沢くんに、福沢さんに戻らないでくださいね。ちょっともう一回台本に書いててください。それ何で台本、なんで台本だったんだ。まあまあそうですね。まあまあ、はい、まあでもゆうくんは今回ね、短い時間でしたけど、すごいWeb3 について僕ももう一度学ぶこともできましたし、
アンカーチェーンのコミュニティもそうですけど、時間ゴペラのアナザーワールドのプロジェクトについて僕も学んだので、うん、これからも応援 していきたいと思ってます。ありがとうございます。あの、まあ、Web3 の申し子がね、隣にいるってことで心強いですね。あのうちのメンバーにも合わせたい。あ、本当ですか、ぜひ皆さんでトークショーやりましょう。そうですね、いいですね。でも4人プラス1、あの4人いると、はい、本当に大変なことになるけど大丈夫ですかね。本当ですか、まさくんですらさばけない気がしますね。なんかこう困っちゃいそうですね。そこはちょっとなんか困った演出ボタンを。メタバースルーできますもんね。できます。透明になりますからね。そうです。いなくなる。いないいない、まさくんどこ行った。いや面白い、ほらこんだけこう話広がるから、現実世界だったらもうね、そんな演出つけようと思うともうお金がすっごいかかる。すごいけどもメタバース上だったら、うん、まあまあできるということで、あの改めてまさか本当にありがとうございました。そしてですね、皆様あのこれまでの エピソードをご覧いただき、あの本当にありがとうございます。引き続きジパングオペラをですね、あの応援していただきたいなという、あの同時にアナザーワールドプロジェクトをですね、あの楽しんでいただいて、あのこれからも一緒にあの成長していけたらなと思うので、あのこれからもよろしくお願いします。それでは、はい、バイバーイ。